はいはい、どうも、こんにちは。今回ね、またアンドロイドじゃねえわ。背中の文字読んじゃったわ。デトロイトをね、続きからやっていこうかなと思います。で、前回は、まあ、今ね、画面上に映ってるね、コナー君がね、まさかのね、死亡を遂げてしまいまして、コナー君のストーリーは今後見れないんじゃないかっていうことになったんで、ちょっとね、今回ね、またちょっとコナーのやり直しをしようかなと思ってて、開幕早々。パート1は何だったのかって話になっちゃうけど まさかのパート1が詐欺っていうか、パート1がまさかの釣り動画になっちゃったみたいな形になっちゃったけど、とりあえずね、今回またコナーをね、やり直そうかなと思いますって言って、まあ、どうせね、1からやるのと変わらんかったから、ちょっとまたこれはまたね、データを消してまた1からやってます。てなわけで、一応前回見たとこは飛ばします。前回見たところはカットするんだけど、なんか新しく見つけたところとかは、まあ、動画に収めていこうかなと思います。だからコナーの、この交渉編は めっちゃコナー横に歩いてるだけだけど、このコナーの交渉編はほんと10分ぐらい多分終わるかなと思うんで、よろしくお願いします。じゃあ、飛ばそうか。警官1名が殺害されたとのことですが、事実だとすると、アンドロイドが故意に人間の命を奪った初めての事例となります。情報によると、あ、ちゃん現と在見ロようボットか。チームが処理に着手しており、また、デトロイトのダウンタウンにあるビおルの最上階で少女が人質に取られてから、う。1もう時1時間間が経ちました。?1 未時だ間事はや件ばのい所在な。は不明のままですが、一家おう。が所有するアンドロイドの犯行とみられていまあ、る。そうだろうな。現時点俺さ、前回さ、これ途中でミュートにしたんだけどさ、これ特に関係ないのかな、でも。どうなんだろうね。途中にミュートするのってあんま関係ないのかな。近いな、カメラが。カメラ。途中でミュートしても別変わんないよね。だって何も増えなかったもんな、結果とか。じゃあそんなに、あれかな。多分でも前回でも80何パーセントで終わってたから、多分見てないとか。何やめてよ。見たね、これ。もう少しで終わるから、もうこっからやっちゃおうかな、じゃあ。喋っちゃおうかな、こっから。ここも見つけたね、前回。見つけました。あ、あれか、武器持つか持たないかのやつか。いや、戻そう。前回ね、取っちゃったから戻そう。今回戻そう。武器は持ってないぞと、俺は。ちゃんとね、69%。どっかあると思うんだよな。なんかでも前回本当に、80%で終わるのってどうなんだろうね。家の中は80%で終わるのかな。ペロ。オッケー。ヘイトな感じ。どうなんだろうな。 まあ完全に多分選択ミスただけだから、前回は。あんまり、これなったよね。これ多分靴でしょ?靴。はい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 。見た見た。子供サイズの靴。人質が負傷した可能性。1時間も立てこもるってやばいよな、結構。これでも、あれなんだよな。話せんのかな?見る。前回近づいてなかったからさ、75%? ああ、銃拾ったらあれか、80%か。危ない危ない危ない。ちょっと待って。最後に見てくるわ。ちょっとじゃあまた一周。多分これで終わりじゃないかなと思うんだよな。あ、もう銃一回拾わなかったらもうダメなんだ。ええー。あ、時間は無駄にするな。あー、なるほど。行っちゃうか、もう。行っちゃうか、もう。行っちゃおう。な、コナ、行きんな、行きんな。コナ、行きんなって、くるくるすんな、くるくる。カメラの操作わかんねえんだけど。さあ、勝負をつけようじゃねえかよ。おい、撃ってんじゃねえよ。近づいたら飛び前降り回るあれなんぞ。だよ。近づくは怠ってたから、ちょっと近づいていこうかなと、ガンガン。だからこれ以上近づくなーって言われるまでちょっと近づこうかなと思って。とりあえずコナーが死ななければいいから、やあ、ダニエル。正まず直。僕はコナーだ。俺の名前を。あ?他にもいろいろ知っているよ。知ってるよ。君を助けに来たんだ。近づこう。ゆっくり近づこう。ゆっくり。まあまあ穏やかに。怒っているんだろう、ダニエル。お、見れだける。ど僕を信じて、君を助けたいんだ。助けなんかいらない。なんかおヒント前ないにか。分かるもんか。ああ、痛そう。俺はただ、もう終わらせた
たいだけだ。すごいな。終わらせたいだけなんだよ。これ何か、これたださ、単純に現場禁止なんだっけ俺。エマと君、原因買い替えられると知って君はショックを受けた。見てやろう。そうだろう。ああ、そうなんだろう。家族の一員だと思ってた。おお、大事な存在だって、うん、でも俺はただのおもちゃ。家がなくなったら捨てられるだけなんだ。おもちゃではない。エマと君のこと考えろ。いいね、近づいてんね。嘘をついてたんだ。愛されてると思ってた。だけど違う。この子も他のやつだと同じなんだ。ダニエル、やめて。だいぶ近づいたな、こんな近づけんの。まあ同情的に。ダニエル、君は何も悪くない。お、アングル変わった。君が感じているその感情はソフトウェアのエラー。めちゃ近づいた。あ、これいるな。俺のせいじゃない。あー、ダニエル、こんなはずじゃ。お前のせい。え、してたんだ。あ、こうなるんだ、近づいたら。彼らにとって俺は命令を聞くだけのただの奴隷だった。え、近づいたら全然違う。あの音おかしくなりそうだ。あー、どけてやるよ。何やってくれ。どけてやるよ、俺が従おう。あー、絶対刺する。確かに頭おかしくなる。俺も頭おかしくなる、あんな音聞いてたら。うるせえもん。信じろ。あー、間違えた。もう飛び降りてるはずだ。違う、俺ボタン間違えたって。は？そうすれば全て終わる。ボタン間違えたって。それ以上来るな。ごめんって、ごめんって。違う、俺押したって。諦めよう。分かったから。ここにいれば平気だろ。おう、落ち着け。お前も全員引き上げさせろ。これ嫌な予感するって。解放してやる。これまた自分を犠牲にする。いや、ダメだよ。悪いが、それは無理だ。機械なら命令に従え。さあ、銃を下ろして人質を解放しろ。ずっと命令を聞くだけの毎日だった。やめてごめんってやめてよ。ああ、これ嫌な予感する。嫌な予感する。これやめてくれ。俺どんだけ下手いんだこれ。おい、ダメでしょ。俺絶対ダメだわこれ。またやり直しじゃん。こんなまたやり直しじゃんで。ほらー、もうやりの今さ、別にくるっとする必要ないじゃん。コナーって、おい、くるっとする必要ないだろお前。じゃあまた飛ばすわ。また飛ばします。センスがない。絶望的にセンスがない俺は。これもうやり直せんのかな。てか、あ、これやり直せんじゃねえもん。やり直そうぜ。どっから、これやり直せないのかな。これやり直せないもんこれ。え、これしないとダメこれ。ちょっと待ってよ、もうセーブされてないからな。バイバイみんな、バイバイ。さあ、やってきたぜ。始めようじゃねえか。おい、3度目だぞお前。おい、てかあれだわ、多分これ俺がどうしたいかを選んだら多分これコナー死んじゃう。俺の優しさのせいでコナーが死んじゃうわ。だからもう俺は普段俺だったら選ばない選択肢を選ぶわ。変異体を占める。ゆっくり近づく。まあまあ安心させよ。じゃあ、僕と話し合って解決策を見つけよう。そうだ、見つけようじゃないか。バカ野郎お前。まあ、エマと君行こう。とりあえずどこ見てんの、どこ見てんのお前。どこ誰に話しかけてんのお前。おい、誰に話しかけてんのコナー。コナー、どこ見てんのおい。コナー、この子も他のやつだと同じなんだ。やめて。だいぶ近いな。原因買い替えられると知って君はショックを受けた。あ、違う、勝手に入った。なんで？大事な存在だって。あ、もう。俺はただの思った。そんなレベルで違うの分岐。やばいな。そんなレベルで分岐違うの。マジで？ダニエル、君は何も。マジ言ってんの？くか、このゲーム。このゲーム不景は。そうだ。
俺のせいじゃない、お前のせいじゃないよ、こんなはずじゃ。ダニエル、もうこのくだり何回やんだよ。ダニエル、どんだけ俺泣けばいいんだよ。彼らにとって俺はバカ野郎。ダニエル、命令を聞くだけのただの奴隷だった。でもこれ選択肢によってマジで変わるんだな。マジフローチャートじゃんこんなの。まあ、どかすから。だからちょっとこう高圧的にいけばいいんだな、俺は。優しすぎだな、俺は。従おう。これは従った方がいいでしょ。これで安定させて、行こうか。ほら、いなくなったぞ。これは上がるでしょ、確か。上がるね。信じろ。ダニエル、あれこれ選んだっけ、前回。約束だ、人質を解放すれば君を傷つけたりしない。全員引き上げさせろ。ここでやろう。それと車を用意しろ。口調もちげえわ。街から出たら解放してやる。やめろ。ダニエル、それはできない。解放すれば君を撃たないと約束するよ。アイミエルと断るって一緒なのに答え。死ぬのは嫌だ。違う。安心させよ。話をするだけだ。あ、いいぞ。いいぞ。わかった。は？君を信じる。ダニエル。ダニエル。撃つな、お前ら。バチコシ撃つやん、お前ら。コナーごめんって。嘘をついたらコナー、俺に嘘をごめんって。ダニエル、違う、俺指示してないもんだって。撃てって指示してねえし。は？指示してねえし、俺のせいじゃねえし。は？怖ぁ、お前コナー感情あるよ、ない設定か。コナーおい、俺やらないよ、俺選べないよ、撃つなって言うよ、俺だったら。バカ野郎、ダニエル、銃を置け、こっちに来いって言うたら、俺だったら。新しい世界に来た。OK。十分な距離に近づく。そういうのあったんだ。やっぱ変わったもんな、明らかに。へぇ。もうとりあえず今回はね、コンプリートとかじゃなくて、普通にやりたいから、このまま進めようかなと思うわ。まあ、裏でやるかな。でも裏でやるか。あ、でもセーブしたら変わるからな。まあ、今回は多分このまま普通にやります。納得いかなかったらやり直すって感じで、これからやっていこうかなと。別にコンプリートする気はないんで、まあ、皆さんにもね、もちろん楽しむ機会はあるから。トップクラスの家事アンドロイドですよ。いや、これ見たけどね。見たけど、また新しく見よう。ね。見て、一回見たけどね。新しく見ようよ。小学校から大学までお子様の宿題を見ることができるんです。誰が？ドイツよ、おい。何これ？ゲーセンになりそうな。こいつか。この機種はすべてキャンペーン価格で販売してまして、48ヶ月間無利子の7999ドルでお買い求めいただけるんですよ。どんぐらいだ？しかも部品と修理は80万とか。まあ、そんな、まあ、そっか、そんなもんか。よし、買うよ。監視モードに切り替わり。不法侵入や煙を探知した。男の方がって、あ、どうなんだろうな。MP800 は多少お値段が上がりますが、もう気持ちの問題じゃない、これ。男の方の選ぶか女の方の選ぶかさ、そんな能力変わんないじゃん。男の方がパワーあんのかな。いかがです？大丈夫かな。おい、ちょっとばかり手こずりましたけどね。かなりひどい状態でしたよ。何があったんですか？引かれたんだよ。ただの事故さ。事故じゃないぞ、おい。なんだ、ところは、おい。もう新品同然ですよ。ただリセットしたので、目合いそう。メモリがすべて消去されました。おい、こっち見てよ。あいつめっちゃ首動かすな。他のキャラあんま動かしてないのに。娘がつけた。は？ X400。ごめんって。カーラ。カーラ。私はカーラ。私もカーラ。俺もカーラ。みんなカーラだ。ソニーインタラクティブ。いいね。見たけどね。見たけど見ようもん、みんなで。もう一回見ようもん。パート1いらないわ、もう正直。
パート1いらない。いや、パート、でも俺今回1回死んだからな。どうしよっかな。パート1 。パート1詐欺になっちゃうけど。あげようかな、パート1詐欺。だって俺もうパート2のつもりで喋っちゃったからな、今。これパート1であげれないわ。これもうじゃあパート1詐欺だったんでごめんなさい。もうパート1見なくていいんで。パート1多分同じことやってるだけなんで、パート1見なくていいっすわ。まあ、てなわけでやっていこうか、デトロイト。まあ、でもこのさ、なんていうの、もうコナーとさ、この、なんていうんだろう、もうカーラの導入、これカーラの導入と、もう一人の導入までしかこれ見てないんだけど、前回ね。でもそれだけでもだいぶこう、引きつけられるものがあるよね。やっぱデトロイトっていうのは。なんかゲームクリア後の感想みたいになっちゃってるけど、本当になんか、絶対面白いっていうか、絶対考えさせられるゲームだよな、これは。楽しんでいこうかなと。まあでも多少ね、やっぱ俺も他の人の動画とか見てた時期あったから、多少知ってる場所もあんだけど、まあ、全然、言うてももう多分、今撮ってるのが4月だから、半年ぐらい前だから、みんなやってたのは、みんなやってみんな動画上げてたの半年ぐらい前だから、俺も見たのは半年ぐらい前だから、まあ、まあまあ、ああ、これあったなと思いつつも、新鮮にやっていこうかなと思うわ。デイビッド、ありがとう。カーラなかったっけ？カーラここまで、ここまでだっけ？あ、ここまでか。よしよしよし。じゃあこれもうちょっとやったら終わろうかな。うん。まあまあコーナーで時間使っちゃったから。これもうちょっとやったら終わるわ。とりあえず。お、なんだ少年、少年じゃないわ。少女。少女かな？少年かもしれんな。さあ、ベリーにペイント店に行く。行こうぜ。こんにちは。おじさん。読むがあった今。ん？ティーチダイレクト。見つけた記事はボーナスページで読み返すことかな？次。1ページ。あれ？光らないんだけど。は？光らないんだけど次って押しても。は？なんで？読めない。読みたい俺は。読みたいのに読めない。は？読めねえわ。ボーナスページで見ないとダメなのかな？なんかないアイテム。ちょっと。まあいいや、行こう。おい。こんにちは。みんなこんにちは。みんな。こんにちは。元気かなみんな。こんにちは。いけるこっち。あ、いける。すごい。あ、ベリーにベンダーこちらいない。やめてくれや、そういう現実言うの。子供たちを倒めるとしょるんや、こっちは。あ。何？あ、サポートもしてんだ。ランニングマンの。飲むな、お前。おい、大丈夫か、お前。謝れよな、お前。感謝しろ、感謝。アンドロイドといえど。あ、こっちだ。あ、アンドロイドが仕事してんだな、いろいろ。まあ、そうだよな、まあ、重労働系はアンドロイドに任せた方が、まあ、それは幅広がるもんな。ちょっとカメラアングルって。何このカメラアングル。信号が多いなら待つ。いいよ、じゃあ待つよ。何これ。カメラアングルやりづらいな、これ。それだけちょっとあれだな。不満だな。ごめんけど。どこまで行けんの、これ。え？あ、こちらいないだ。信号青ならんかなよ。なんか今あったよね。あれあれ。なんかあるって。おい。流れるぞ。おい。アンドロイドラン、アワーカントリー。ルーインか、台無しにしたか。アンドロイドが、俺たちの国を台無しにしたんだ。俺たちの職を奪ったんだ。ってことか。やっぱアングルが強制されてるからやりづれえわ。悪いんで GPS を使う。そんなバカな。ああ。だからでもこちらでない。警察に話しかけられる状況ある？そんな道端で。あ、こちらにない。オッケーオッケー。じゃ、アングルがわかんないってこれ。視点リセットない、視点リセット。あ、止まったら帰れるな。あ、止まったらいけるわ。オッケーオッケー。なるほどね。そういう感じでやればいいんだ。ん？なんか、ある？おい、嘘
んなところおい、見せるじゃん、見せてやるじゃん。何待ってんの、みんな何待ってんの、みんな。こちらに出るかな、こちらに出る、出そうだね、こちらに出るでしょ多分。あ、こちらいない、オッケー。みんなおい、みんなおい、おい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 攻撃できねえ。あ、なんか下印、下印ついてるね、ほら。こんにちは、元気、掃除頑張ってね。何これ、像があるぞ。あ、でもどこがなんかね、ストーリー上と関係ない場所ってさ、意外とストーリーに関係ない場所でも意外とその L1 という形でさ、なんかいろいろあんじゃん。これ結構隠されてそうだよな。お、何言ってんの。人とではなく機械と暮らしているのだ。まあそうだよな、今や科学が我らの神となった。うん、人に使えるはずのものが、うん、我々の新たな主となったのだ。うん、悪魔め、私に一体何のようだ。んなところはおい、正体は知っているぞ。議員か、議員選挙で言ってんだ、その市民の支持を得るためにね。知ってんだぞお前、お前市民の支持を得るために言ってんだろ、お前知ってんだからなお前、こらおい、市民の支持得たいからお前、そっちの市民から票をもらうために言ってんだろ、どうせお前分かってっからな、バカ野郎がよ。それ伝えただけだろお前、議員だろお前どうせ。こちらいない、こちらかじゃあ。GPS17 メートル、めっちゃ近いな。どこ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 、ここら辺じゃないだもん。これ止まっても動かせないわ、なんか場所によるなやっぱこれ。お、元気、場所によるな。あ、ここか、ペインツ、ペインツ書いてるわ、ペインツって。こんにちは、うわ、むずっ回転も要求すんの。こんにちは、 ID 認証完了。アンドロイドかお前も。オーダーナンバー847、63ドル99です。お支払いの手続きを。払う、いや払うよ、支払いを承認。お前もアンドロイドか、声が安定してるなと思ったわ。難しいなこれこの回転が難しい。シナモン抜け取った、バスに乗って帰宅する。あ、こ上してこうね、上してこう、むず。このアナログスティック何が1ドルでいいんだよ。 R1 でカメラの角度がある。そういうことできんの？言ってよー、じゃあ。あ、そうなるんだ。こっちがいいわ、この視点が。後ろから見る視点が。こいつの顔見なくてもいいから、別に。こいつの顔よりもやっぱ景色を見たいからさ。こいつがどう見えてるのか俺は知りたいから。ちょっと見れる場所増えたのかな？ベリーズベントこちらないと言われたけど。今度あれかな？バス停はこちらでないと言えるんかな？あ、バスそっち？こっちじゃないんだ。他あるかな？なんか。君は？あー、アンドロイドだ。多分左、この右の頭にあるマークが多分アンドロイドなんだよな。なんだお前、これ、おい。ん？そっちに行くつもりはなかったよ、別に俺は。お前らアンドロイド様のお出ましだぞ。だと？ねえこいつ見てみなよ、仕事は盗めるくせに。んだお前、お前ら逆に仕事盗まれるくせに立てるんだな。お前仕事盗まれるなザコがよ、立ってんじゃねえよ。おいお前らや、立つぞ俺は、負けないぞ俺は、俺は立つぞ。
んだこら。たっぷり痛みつけてやる。んだところやるのかお前は。カズは成功だろ、カズの暴力はすごいだろお前。もうやめろ、話してやれ。警察の方、邪魔してねえし、お前が絡んできただけだろお前。傷つけたら罰金食らうぞ。おい、傷つけてみろよおい。んだころ。仕事を奪われてから、後悔するなよ。そうだな。言うてみ。ほら、もう行け。仕事をお前奪われるってことはお前らに能力がないってことだから言えよお前。お前アンドロイドを使う側の職員頑張ってつけや。無茶言うけど。ああごめんごめん。なにこれ？アステって。これかな？あ、これっぽいな。乗ってやるじゃん、バスに。なんか違うのかな？ハードワーク、フォーイット、フリー。みんな一緒かなこれでも。一緒臭いな。一緒臭いね。じゃあいいや。ああ、じゃあ待つよ、バスよ、俺は。待つ待つじゃあ。バス遅れてくるかな。あ、お定時に来たね、多分これ。アンドロイドコンパネット。失礼します。失礼します。アンドロイドしか乗れないバスってことかな、これじゃあ。別にそんなアンドロイドだけ分ける。ああ、人間いるんだ。だからアンドロイドしか入れないスペースってことね。あ、なるほど、なるほど。まあ、そんな差別化しなくてもよくないか、別に。まあまあ、アンドロイドがたまにね、暴挙に出ちゃうことはあるかもしれないから、それを防止するために分けてるのかもしれないけど、別に分けなくても、こいつらめっちゃ静かやぞ。9割9分こいつら静かやぞ。よくないか、別に。どうしようかな。あ、セーブ行ったね。じゃあ、ここで一回切ろうかな、じゃあ。セーブ来たから。すごい、切りは悪いけど。ちょっと始まって、で、そこで切ろうかな、一旦。どうなんだろうね、これから。なんか今んとこの感じからすると、やっぱコナーも結局人間にちょっと見下されてるじゃないけど、はいはい、アンドロイドさん頑張ってね、みたいな。目で見られてさ、この名前なんだっけ、こいつ。このこいつの名前わかんないけど、褐色の子。褐色の子の名前なんて言うんだろう。これはカーラだよね。なんかやっぱ、あんまりこう、ありがとうアンドロイド系な風潮はないんだね。現実もこんなんのかな？ありがとうアンドロイドってなんか今のね、時代の考えから言ったら、ありがとうになりそうだけどね、なんか。まあ、ありがとうがあれなのかな？最初はありがとうだったんだろうけどね。奪われて、奪われたとか言ってたからさ。最初はありがとうだったんだろうけど。ただいま。お？R1 画面が来るところ。俺ついてきたくない、こんなやつに。ほら来い。もっと可愛い人がいいな。可愛い人かイケメンがいいな。くっそ。くっそがよ。お前がいなかったせいで家は荒れ放題だ。汚な。とりあえず拝見。洗濯と料理とそれから。何？たかあのクソガキどこに来やがったんだい。アリス。汚ねえんじゃんお前やが。ああそこにいたか。近っ。そこにいたんだお前。めっちゃ近いじゃん。いいな。はい。1階を片付けたら2階を頼む。おお、やってやるよじゃあ。汚ねえな。電気代払ってんのかお前。電気代とする。さあやるか。待てなわけで今回はこれぐらいで一回切ろうか。とりあえず、ね、今回はこれぐらいで一旦切ろうかなと思います。で、また次回やっていこうかなと思います。じゃあ、あざした。